静岡のお茶を飲みに来ました。お団子といただきます。美味しそう。もう今日も来たな。はい、ごきげんよう、山口あゆきです。いただきます。ということで今日はお団子ね、食べていきたいなと思います。今日はじゃあ最初は一味のかかっているものから食べていきたいと思います。一味か七味かちょっと分からへんけども、このねお団子ほんまに美味しくてですね、外がカリカリ、中がもちもち、もう最高フィガロでした。びっくりしました。この、まあ、味がねしっかりしててですね、ちょっと濃いめなんですよね。やっぱりさすが関東だなって思うぐらい本当に美味しかったです。で静岡のお茶も最高に美味しくて、もうサービスエリアとか売ってたら絶対買って帰ります。でこれなんか緑の青のりみたいなやつです。青のりかどうかは定かではありません。ということで私はね、緑の食べ物もそうやし、緑の服、まあ緑の色、緑の色、色の緑、緑の緑が大好きでですね、あの何色が好きかって聞かれたら緑をあの選びます。はい、ということで現地もびっくりしてるぐらいね、本当に全部が美味しかったです。新食感です。もう食べた時にカリッ、ふわっ、もちっ、まっって感じでした。はい、じゃあ、このありきたりの、海苔食べたいと思います。この海苔もね、もうすごいあのもうバランスよく乗ってますよね。あの本当にカリカリのもちの上にあの絨毯のごとく乗って、すごいあの自分出してました。あ、紹介し忘れてたと思って一口食べてしまったんですけど、食い差しを見せるなっていうところなんですけど、一個だけ見て、これちっちゃい粒残ってんの、これが塩です。甘さと一緒に塩も入ってるのが本当に美味しかったな。これ玄ちゃんのぜんざいもらいました。これ多分お餅ですね、この伸び方は。いただきます。ということでパクリンチュー。このねぜんざいすっごい上品な味しました。甘すぎずでめちゃくちゃ美味しかったです。あー、また食べたいな。ぜんざい、ぜんざいの季節になりましたね。見てください、このあんこも上に塩が乗ってます。この塩パラパラって見えてるところが、あ、ごめん静かにするわ。今聞こえました、パリって。はい、もうパリパリのもちもちの新食感ですね。最高ですわ。ということでね、次はバニラアイス食べたいと思います。このバニラアイスはね、上に何あれ、あの粉のってんねん、抹茶の。でなんかすごいね、ジャリジャリの砂糖が上にまぶされてました。てか中に隠されてました。うんまーと思って、もうまばたき多い、まばたき多いってば。すっごい美味しかったです。これもなんかなんていうの、キャラメルの味かな、分からへんけど。でこれはですね、あのケーキ、なんかちょっと粉かかってるケーキです。これね本当にね、あの食べた瞬間見て、ほぼまあ、粉吹くぐらいのケーキでしたね。粉吹くぐらいのケーキって意味、粉吹いてるだけのケーキで、いやそんなに言ったらですね、まあ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 、他が美味しすぎたんでちょっとかすんでしまいました、ね、はい、お茶飲んで、カリカリやろ、ごちそうさまでした。あれ、こっちだったっけ、え、どっちだったっけ、こっちか、こっちでした。めちゃくちゃ美味しかった団子。 お茶カフェ、お茶カフェってところか、お茶カフェ。もう思ってる300倍美味しかったです。めっちゃ美味しかったわ。ということで今からちょっと富士山見に行ってきます。レッツゴー。